嬉しい MV。 そう、今日は何と言っても、そうですよ、皆さん、幽体離脱と金縛りの MV 公開されました。あ、待って、もっと盛大に言いたかったな。もう一回よ、皆さん、なんと本日15時に幽体離脱3期生初楽曲「幽体離脱と金縛り」MV 公開されました。見た人、ジャッジたちもいつ公開されるとか知らなくて、あ、今日なんだってなった。そう、あ、今日なんだってなって、あ、嬉しい、たくさんみんな見てくれて嬉しい。そう、なんか僕隊の昼公演の最後にね、発表されたらしいですね、15時。そう、サチさんはありがたいことにセンターを務めさせていただいて、サムネもサッチーだよね、あれ。そう、嬉しい、今日は忘れられない日になりました。忘れない日になりますよ。もう何回も見てる。さっき見たらもう1万再生ぐらいだったので、このままどんどん再生回数を伸ばして、たくさんの方に見ていただけるといいなと思います。嬉しい、嬉しい言葉。そう、そうでしょ、すごいでしょ。 そう、しかも、そう、本当に嬉しい。サッチーはコスプレみたいの、コスプレなのかな、あれ。コスプレをさせていただいて、そう、妖精みたいになったんですよ。X に負けたんですけど。そう、それで、そう、いちごがね、めちゃくちゃカメラマンがうまくて、ちょっと急に話いろいろ飛んじゃうけど、そう、いろんなとこでね、たくさん写真撮ってくれて、そう。で、上島由佳ちゃんと撮った、マジめちゃくちゃお気に入りの写真があって、みんなに早く見てほしい。でもね、ちょっとお気に入りすぎていつ出そうか迷ってるレベル。そう、いちごカメラマンマジ有能、有能ってめっちゃ上から目線だけど、そう、ちょっと有能ってコメントだったからちょっと読んじゃった。そう、マジですごい、いちご、なんかこう撮ってくださいっていうのを撮ってくれる 意思疎通してますよねみたいな感じです。画質もめっちゃいいしね、カメラもいいし。そう、前世カメラマンでしたかねと思って、ありがとうございます、本当に。そう、あとね、そうそうそう、ABEMATV さんでさせていただいた、1億人にバズれんのの、時に MC をしてくださったザ・マミィさんと、見届け人をしてくださったクロちゃんさんが MV に出演させして、ん、してくださいました。そう、サッチーはこういう踊ってるところを生で見て、もうキラッキラ笑ってました。でもね、 MV 撮影では一瞬しか会えなくて、そう、でもそう、嬉しい、もう大切な MV になりまして、センターの風格出てた？え、嬉しい。もう、そう、もう、なんだろう、もう、感謝です。みんなありがとう、いつも。スタッフさんも、もう、すべての方に、せーの、感謝って感じですよ。マジで忘れられない一日になんですね。
あと、まあ、本当に MV に関してなんか全て見てるので、はい YouTube のその MV のコメント欄を見てて、ST はほんのりしか知らないんですけど、センターの子誰ですか、気になりますみたいなコメントがあって、あ、こうやってみ、あ、なんていうの、広がっていくのかなと思って、なんかすごい嬉しかった。なんかこうやって広まっていくんだと思って、そう、自分も気になった、ありがとう、嬉しい、本当に嬉しかった。そういうのが見つかった、そう、みんながよくね、見つかったって、サッチが見つかるぞーって言ってくれるけど、そう、あ、そういう感じなのかなと思って、そう、嬉しかった、めちゃくちゃ、たくさんね、そうやって言われるように頑張ります。嬉しい、本当に嬉しかった。あ、全部チェックしてるのでよろしくお願いします、サチです。あとね、今日の僕隊の2部でも、もう最後でもね、重大発表があって、そう、 ST48 クラブ、マジだ クラブミクサさんで、東京公演を、定期公演をすることが決定しました、池袋の。パチパチ、嬉しい。はい、なので、です、そんなことが発表されました。そう、やっぱりなんかあれですね、今日語る回ですね、なんか 今日はもしかして語る回ですか。そう、関東のサッチは来てくれますか。サッチも行きたいですよ。そう、関東の方の、関東の方もこう STU のファンになっていただけるように頑張ります。でね、ストーチでもしますよってなった時にこう行きたいって言ってもらえるようにね、嬉しい。やっぱり関東のファンの方は嬉しいですかね。やっぱり8周年ツアーも、ツアーじゃない 8周年コンサートもねありますので、それに確実につなげる、つなげれるものになるように頑張って、日々のパフォーマンスをね、嬉しい、あ、嬉しい、ストーチに遠征、そう、今日重大発表いっぱいありましたね。なんか重大発表もいっぱいあるし、MV も公開されたし、舞台のカルコメもありまして、しかも千秋楽っていう、ちょっとなんていうんだ、感情がいろいろ追いつかない一日でしたね、今日は。だから今日を振り返って、あの、今日なんだったろうって逆になっちゃう そう、楽しかったのは覚えてる、楽しかったのは覚えてるけど、あれってなって、今日噛み締めてなくない今日と思って、そう、情報が多くて今日噛み締めて言い切れてないんだけどと思って、そんな感じ、いろんなことがあった、いいでした、充実ですよ。え、そうそう、今日さ、画角違うけどさ、やっと見つけた、最終日、東京最終日でやっと見つけました、ここですよ、私のやりたかった画角は。まっすぐだし、背景もすっきりしてるし、腰も痛くならないしって感じで、ここでした私、もう悔しい、私頭ポリポリ、そう、
カルコメって何？カルコメはカルカルコメディー、コメディーの舞台です。なんかもうさ、MD の最初コメントの最初はセンターがめちゃキュンキュンしちゃう。嬉しい、ありがとうって返信したいもん。そう、 X とかでもさ、本当にいいねしたいもん。みんなありがとう、褒めてくれてね。そうで、何かうとしたの、あ、そう、私のこの長かった東京生活も本日で幕を閉じます。また来ます、すぐに一回帰るんですけど、また来ます、すぐに来ます。25日で、またすぐ帰ります。多分お疲れ様でした。夢見てありがとう、早くお家行く優しい。そう、私が今帰って一番ワクワクしてることは、ほかほかのご飯が食べれることですね。もう帰ったら一番にご飯を炊こうと思ってるので、すいません、お願いします。そう、なんかこのカルコメで学んだことはもちろんたくさんあるんですけど、今日の最後一人ずつコメント言ったんですよ、千秋楽で。なんか皆様本当にちょっと上から目線みたいな感じに聞こえたら申し訳ないんですけど、コメント力すごいなと思って、サチもああなりたいですね。なんか特に小山桃代さんが本当にすごいなと思って、なんかすごい、なんて言うんだろう、なんか私たちの笑いと皆さんの笑い声では化学反応が起きてみたいな、まあ、こんなこと言ったかはちょっとしっかり一問一個覚えてないんですけど、なんか化学反応が生まれて、まあ、これがカルカムの良さですよねとか、なんかもうすっごい、なんかもうすごくて、なんかなんて言うんだろう、あ、そう、猫絵門の角ですなんかちゃんとコメントしてるのに笑いも取って、しかもなんか一癖あるコメントを言って、本当に尊敬って思いました。尊敬です本当に。いや、うますぎて、もう隣でも、ああ私はもう今日は楽しかったとたくさん笑いましたしか言ってない、くぅ、まあいいんですよ。いや、良くない、いや、いいですそう、でもそれぐらい。あ、ノブさん、ありがとう、ありがたわー、ありがたわー、ノブさん、ありがたわー、ありがとう。そう、え、嬉しい、舞台お疲れ様、めっちゃ良かったー、たくさんね笑い、まあ私たちもやって笑っちゃったのででも本当になんか面白すぎて、次ゴールド、カルコメゴールドがあるみたいなんですけど、なんか普通にお客さんとして見に行きたいなと思いました。でも本当にみんなの笑い声が嬉しくて、笑われるのが本当に嬉しくてそう、楽しかった。そう、携帯衝動、そう、まあでもまだねちょっと照れもあったんですけど、でも楽しかった本当に。今日見て面白い、かわいい、嬉しい。ぜひ ST48 覚えて帰ってください。いや、今日ね言おうか迷ったんや、最後のコメントでそうだ、ちょっとずずしいかなと思ってやめたけど、ST48 瀬戸内遊びに来てくださいいつでもどこでも宣伝女。そう、あとさ、
兄さんさんがさ、千秋楽のさ、なんか開演前にさ、あの一人ずつコメントをくださってたじゃないですか。あれ、さっき覚えてるんだけど、え、なんかめっちゃ嬉しいこと書いてくださってたよね。あれどっかに上がらないかな。それぐらい嬉しいこと書かれてて嬉しかった。初見です、ありがとう初見さん来てくれて。そう、なんか声がでかい、一番声でかいみたいな。嬉しいですね、やっぱ声でかいって言われるの。これからも発声を毎日忘れずにしたいと思いますっていうのが嘘なんですけど、そう、楽しかったですね。やっぱね、稽古期間はね、やっぱねセリフを覚えたりいろいろ大変なんですけど、終わったら寂しいですね。やっぱり前の舞台もそうだったけど、そうそう、若子はってね、そう、めっちゃ19歳若いって言ってくれて、なんか最年少嬉しかった。最年少扱い。そう、千とおめでとう、ありがとう。入隊率悲しばり、皆さん絶対見てください。日課にしよう、一緒に。日課にしましょう、一緒に毎日見ることを。指切り幻漫、亀幸だ。嬉しい、そう、亀になったんですよ。嬉しい。そう、なんか本当にいろんなねことが起きて、そう、あ、そう、あ、毎日見ます、ありがとう。そうです、なんかそう、嬉しい。あ、7回じゃあ1万回を目指して。そう、こんばんは、来てくれてありがとう。いや本当に嬉しいんだよね、MV。 何の話。いろんな話してるよ。そう、そう、サチが見つかったし、見つかりすぎて遠くには行かないよ、常に君の心の中に。キャンメイク東京、MV 最高、嬉しい、ありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。そう、え、そう思った、カルチャーカルチャー綺麗だったよね。そう、しかもなんか鳥になるとこがあるんだけどさ、なんか天井高いからさ、なんか本当に飛んでる気分になっちゃってさ。そうね、楽しかった。なんか最近なんか楽しくて、もう毎日楽しいんですけど、ずっとなんだろう、なんかいろんな新しいことが毎日ありすぎて、なんか胸がなんか鼓動がドキドキしてるんですよ最近。そう、そう、メールにはねちょっと送ったんだけど、グッチョンサチさんの写真可愛すぎて始まるから嬉しい。そう、なんか珍しいよね、だってそう、あの感じ、かき氷とかね。そう、今日もたくさんいろんなことがあって、なんか寝れない、ドキドキして、ドキドキして寝れない。そう、こんばんは、来てくれてありがとう。サチさん、スチスチ、ありがとう。そう、たくさん MV 見てね、約束だよ。サチもなんか毎日見ちゃう、絶対。そう、今日は起きてましょう、すいません、寝させていただきます、すいません。そう、こう俺にドキドキしてるのかな、あ、ちょっと違うかもしれないです、すいません、すいません。
正解回答はなんだろうな今の。え、そうなの？違うか。正解回答なんだろう。アイドル回答。やめぴ、考えるのやめぴ。お疲れ様です、来てくれてありがとう。しかも今日まつげがめっちゃうまくいってテンション上げ上げって感じ。サチ来てくれてありがとう。初見さんありがとう。嬉しい、みんなのそういうポジティブな言葉が活力でございます。で、語彙を増やしていこうと思って、ちょっと難しい言葉使っていこうか。いや本当に感動した、素晴らしい MV でした。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、花だれも、もう花だれも光栄も、そう楽しみでもうドキドキした。こんばんは、綺麗だね。髪型可愛さち、そう髪型今日は編みたらしにしてもらいました。そう、クマ意外とこの縦巻き自分的に結構好きなので、これから見る回数増えるかもしれない。そう、嬉しい、多分うまいし可愛いし完璧だよ。モチベ爆上がりで、今日みんなにねちょっと褒めてもらいたいからみんなに褒めてもらいたいからちょっと見せるね。みんな褒める準備はいい？褒める準備はいいですか？褒めてくれる？さっちダイエット始めたって言ったじゃないですか。しかも結構ガチのダイエット始めて、もうあもう褒めてくれ、あ早い早い早い、ちょっと早いちょっと早い、ガチのダイエット始めたの、もう妥協なし、あでも今日舞台頑張ったしとかなし、マジでなしの、マジダイエット始めたのね。そう26日に向けて、でも今日たくさんありがたいことに差し入れをいただいて、美味しそうなのいっぱいもらって欲しいから取ったんです。でも食べなかったのね。で帰ってきて、食べたいなって思ったんですけど、見てください、これに入れて、あちょっと名前が出ちゃう、某コンビニエンスストがこの中に全部入れてるんですけど、もうこうやってちぎれるぐらい結んで、2回結んでもう開けれないようにしました。でこれをさっきお母さんとちょっとビデオ通話してたんですけど、ビデオ通話してその時にやったのね。でお母さんに言った、もうこれが開かないようにして、次もし山口帰った時に一緒に食べようって。だからもう絶対開けれないのこれ。そう、次山口帰るで、賞味期限はちゃんと確認したから大丈夫だった、賞味期限から大丈夫だった、確認して、そう。てかあれだもん、26、今週が終わったら私は食べる予定なので、そう封印さしましたっていう報告です。偉いですか？そう、みんなにも報告して自分を懲らしめてる今。そう、偉いでしょ、最高。そう、もう開けれないの。そう、偉いでしょ、ありがとう、ありがとう。すごい決意感じた。そう、今マジで心を鬼にして、サチお偉いさん、ふふん、見習います、見習ってください。上から目線。そう26、あでもそうだね、わかんない、でも決めてないけど、そう生誕祭は最高な、ね、こう自分が納得する最高のビジュアルで出たいので、そうやめてください、クリームパンおすすめするの。もう目隠しして歩くんで、
ありがとう痩せてるよって言ってくれても、こうね自分のこうあるんですよね、やっぱり嬉しい、ありがとう。でもねそうやって言ってくれて、生誕祭行きます、ありがとう。生誕祭、あちなみに生誕祭26日9月26日まだ一般チケット販売中なので、さっちーのそのダイエットした後の姿をぜひね生で見たいって今思ったでしょ。ってことは来るしかなくないみたいな感じですよね。ってことで待ってます。日曜も好きです。今日ですね、ありがとうございます。そう、行かなきゃ損、本当にそうです、行かなきゃ損です。ちなみに手紙はできてません。だそこも結構チェックポイント、お楽しみポイントですね、この数日間で。まあちょっとまあ箇条書きぐらいはしてるんですけど、この数日間でどのような手紙をね仕上げてくるのか楽しみですよね。それもぜひ現場で聞いてみてください。当日券なしのお知らせが見たいのでぜひ待ってます。これ以上書くの楽しくなっちまうじゃないか。いいんじゃない。そう、箇条書きから進んでないな。赤ペン先生しないで、赤ペン先生か。コミュニティ覚えてサッチが仕上げてくれ。やめて、そんなプレッシャープレッシャー、うん、なんていうかハードルか、うん、分からん、ほらもう語彙がないんだよ。はは、やめて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 、本当に私のツッコミあそこだけだから。そうそう、だからでもどうしよう、リネさんの暴露かな。じゃあおめでとう自分。知ってるみんな、リネさんの生誕祭ちょっと前かな、自分が加入してからちょっと前、お誕生日おめでとう自分。ちょっと暴露かな。あれめっちゃ笑ったんだけど私。そう、こんばんは、来てくれてありがとう。そう、ちゃんと許可いただいてちょっとパクろうかなみたいな。ナムサッチ見たい？来て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 。じゃあちょっとね平日になっちゃうんですけど、ぜひね来てくださると嬉しいです。あの初めてのね生誕祭なので、初めての生誕祭っていうのは人生で1回しか来ないので、そうぜひ見届けてほしいですね。サッチ推しはもちろん、サッチ推しじゃない方もこの日をきっかけにぜひ来てくださると嬉しいです。生誕緊張する、うん、マジで緊張する、そうマジで緊張するしか言わないけど、マジで緊張する。ちょっと寒いな、寒いのでエアコンあげました。マジで緊張するかも。夕方高知県から間に合いますか。時速600キロだったらいけますかね。手紙は事前に書くか、うん、今ねあの準備してる。そう、え、ドキドキしてきた。ほらもうこういう感じでなんか最近急にこうやってなるんですよ、ドキって。そう、毎日こうドキドキすることがあるから、ワクワクすることとか、なんかもうドキドキするんだよね最近。どうすればチケット買えるの。これは出番ですね。ですね、サッチの X を遡っていただけるとリンクをリツイートしてるんですけど、それでもいいでしょうか。 URL を飛んで、そう、カルコメもあったり、こんな長期間の東京生活も初めてなんで、生誕祭もあるし、スターズ東京もあるし、同じ会もあるし、そう、旧ツイッター、そうです、 XQ ツイッター、 MV 最高の出来栄えした、感謝です皆さん。
26日イケサーチのせいでマジで、嬉しい、そう言ってもらえて、ぜひ楽しみにしていてください。宣伝部長、宣伝部長やばい。あ、でもまあ宣伝部長して、まあ、STU が広まるんであったらもう堂々とね胸を張って名乗らせていただきます。宣伝部長って、そう、 MV 本当に良かったです、嬉しい。そう、いっぱい見てください。この配信が終わって、さっきサーチが次見た時100万再生いってるようにお願いします。嘘です、冗談です、まあ、いつかはねやっぱり行きたいんですけど、たくさんね再生回数、東京でもサチを見る機会が増えそうであるし、でも東京劇場ができるから、あのでも確かにサチがまだ行けるかは決まってないんですけど、行けたらいいなって思ってます。そう、 MV のサチ可愛いし美人だし惚れそうです。あ、まだ惚れてなかったのか、悔しいな、あと少しだったかもしれない。ラキュン、 MV20 回見て嬉しい、かける100倍、かける100倍でさあ、タシタスティッチありがとう。確かにね、いろんな動きがありますね最近ね。やっぱり8000人を埋めたいですね。ごめんね、そろそろ耳にタコができるよね。まあ許してよてそう、けど本当に今の一番でかい夢はそれかも。許してくれる？ありがとう。そう、8周年埋めたいですね。でも先に言っときます、もう3月20日まで毎日のようにいます多分。そう、ニューさっきができ、どういうこと、どういうこと生誕祭の会場はクラブクワトロさんです、広島県の。 MV 1万再生嬉しい、ありがとう。広島の家帰りたいって、あるよあるよあるよ。最近はでもちょっと落ち着いたけど、最初はなんかもうほかほかのご飯が食べたすぎて見えんって感じだったけど、今は割と大丈夫です。そう、そうです、いててて骨がゴリゴリって。私はマーラータンをね、あ、そうそう、マーラータン食べた数数えたんですよ。なんか4回も食べてましたね。あり。うん。気づいたら4回も食べていました。すみません。同じ店を2回ずつ行きましたね。そうなんですよ。結構店舗数があって、そう。店舗によって違う気がする。いろいろ。うん、並んでる。確かに。さっきも並んだよ。並んで、そう、ようやく食べれた。でもあれ初めて行った時は全くいなかった、あ、選べ、ありがとういなかったんだけど、あれは何だったんだ。 MV 良かった、キラキラしてる、嬉しい、キラ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 ン、ありがとう。そう、マーラータ、おすすめ。やばい、前髪がこの2週間でこんなに伸びるとは、ってことは髪の毛も伸びてる。前髪切ろう。キッチン南海のカツカレー。何？キッチン南海って南海？ごめん、読み方から分かんない。何ですかそれは。カツカレー。そう。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。
皆さんなんか暑いな、一度上げたら暑い。もう髪長いな、前髪が。サチタンスチッチありがとう。神田、分からん、神田ですね。おんまいはしません。ごめんね、おんまいはしないよ。分からんよ、しないよって言いながら急におんまいになって出てくるかもしれんから気を抜いてはいけません。そう、こんばんは、来てくれてありがとう。神保町、どこだろう、あれですよ、悔しい、あれですよ、噛んだ、え、ちょっと 身の覚えがないですね。最初パーンってしていってサチが映った時もうかの、え、嬉しい、ありがとう、感動してくれたの、こんばんは来てくれてありがとう、こんにちは来てくれて。古本屋が、古本屋か、あんまり行かないな、古着屋も行けない、行かないし古本屋も行かないし、そうなんだ。え、てかさ、カルコメでさ、石神井公園だみたいな言ってて、なんだそれ、どこですかって思って、この前、まあ、結構いろんなとこ行ったんですけど、見つけました、石神井公園、これかと思って、そう、初めて見た。 AV をきっかけにサッチーが世間見つかってくれ、嬉しい、そんなこと言ってくれてありがとう。サッチーも、ね、願います。そう、こんばんは来てくれてありがとう。こんな公園で着くんだと思って、セーターさん手ぶらで行っていいの、手ぶらでもいいですよ。いいけど、いいよ、いいけど、いいよ、うん。チケットは忘れちゃダメだよ、うん。でもまあ参考程度としたら、やっぱサイリウム持って出たり、うちは持ってたり、グッズ持ってる方は多いですね。でも手ぶらでも全然 OK です。そう、全然 OK です、全然 OK ですよ。でもなんかサイレームとか持ってくれてたら一発でわかるかも。そう、でもどっちでも OK です。いや、あっという間ですね。いつ発表されたっけ、セーターありますよ。8月とかだよね、確か。あっという間だよ。大丈夫かな。そう、そう、緊張します。緊張しますよ。え、ありがとう、頑張ります。三本寺さん、忘れないように準備する、ありがとう。そうですね、ペンライトカラーは黄色、白、黄色でございます。コールはサッチでお願いします。やばい、初めての生誕祭となるんですが、気持ちの方はいかがでしょうか。生誕では要着用ですか。あ、でもまあ、あった方は、ある方は要着用です。じゃなくてもオッチェです。手ぶらでもいいですか。お土産を出せますか。え、そうなの。ちょっと待って、そうなの。なんかお友達ん家に行く感じってこと、生誕祭が。お土産は多分渡せないですね、ガチ回答すると。そう、サチに会えるの本当楽しい、嬉しい、ありがとう。じゃあみんなに会えるのが楽しみです。結構久しぶりになるんじゃない、公演自体。さちたちちっちゃありがとう。髪の毛どうしよう。こんばんは来てくれてありがとう。とりあえず前髪をしっかり整えて、それは大事ですね。でも今ちょっと帽子かぶってたから単行になったってのもあるけど、そうですね、前髪をまあこれにして、嘘です、うん、今ちょっとこ
ここも伸びてきたんだよね。取っ手出しのポーチ。え、確かに。あれ、サッチーが決めるよね、多分。お誕生日の人が決めるよね、多分。どうしようかな。じゃあ、みんな変顔で。変顔でったらみんなしてくれるのかな。サッチーちゃん、ありがとう。どうしよう。あ、オッチェさん喜んでましたよ、言ったら。そう、いやでもオッチェ、そう、みんななんかさ、結構前にさ、あのなんかオッチェさんが作ってくれて、オッチェさんにこれ言ったらなんかあのお金要求されそうみたいな話したじゃん。もう本当に私やっぱもう大親友だわと思って、そう本当に言ってました。あ、ちょっと何円かいただけますかねみたいなこと言われた。そう、結構前だけどね。そう、そう、やっぱ大親友ですわ、意思疎通。そう、セータさん、みんなの髪がサッチーくん、どうなんだろう。え、決めたいな、決めたいな。え、決めていいの逆に。決めていいの逆に。逆にちょっとスマホ。な、全員ツインテールってよりはツインテールの人もいて、クマとか羊とか、あ、動物にしようかな。みんなどうしようかな。確かに、ツインやったことない人がツインさせたい。ツインは絶対一人欲しい。でもみんなツインテールしたことある？ウータンとかツインテールしたことない気がする。MV よかったね、ありがとう。MV 公開されたので、ぜひ。いや、それな、ツインテールしてないのうちなんですね。すいません。どうしようかな。そう、サムネありがとうございます。ありがたいこと。サチこんばん、ありがとう。サチ来てくれてありがとう。こんばん来てくれてありがとう。かな。どうしよう、ちょっと決めとこ。ヒータンのツイン好きだったんだけどな。あの、イモースで昔やってて。ヒータンのツイン好きなんだよね。どうしようかな。そう。おめでとう、お誕生日。急に思い出したの？あともう16分で終わっちゃうよ、1日。終わっちゃうよ。噛み締めてる？ちゃんと今日という日を。どうしようかな。まあ考えとこ。今日ひーちゃんついねえ、 X 見たよ、ひーちゃんの。ほら、でもやっぱボブってここら辺になるんですよ、ツインが。ワンコみたいだった。そう、かわいい。ここからさ、ツインできる人ってロングの人だね。やばい、前髪が長くてちょっとなんかもうこの辺が痒いですよ、違和感がある。そう、今日もパックがないですね。あ、落ちた、もう無理、やばい、3個も落ちてるものが。
もういいよ拾えない。そう、記念日おめでとう、ありがとう。私かな、わかんないけど、ありがとう。今日サッチー記念日なんだね。そう、おでこ出そう、すいません。あ、でもおでこは結構ありなんですよね、実は。あの今日も前髪長いからおでこ出そうかなって迷ってた、やめたけど。そう、今日は記念すべし、え、あれでしょ、カルコメとかでしょ、全部色。サッチーが初めてショールーム見るかも。あら嬉しい、シンシン。今日はそうね、みんな言ったよね、ダイエットしてるってね、ケーキを食べようって誘わないでください、食べちゃうんで。ありがとう誘ってくれて。人と一緒に食べると美味しいもんね、ケーキとかって。ちょっとかゆいな。そう、今日はカルコメ、そして MV 公開だったね、いっぱい。わかる、ロゼミューズだよね読み方、マジでかわいいって思って、わかる、シェイシェイです。記念日なら中も食べないと、あの言いましたよね、ダイエット始めたって聞いてましたか。ありがとうございます、誘ってくれて。中も美味しいよね、健康的に痩せてください。納豆卵、いやもう最高、一番美味しいから、納豆卵は。それをね、私2週間も食べれてないんですよ。そうっていうか、おにぎりしか食べてなくて、コンビニのご飯系。あ、でも一回ご飯屋さんのご飯食べたけど、あのサーモンの上に乗ってるやつ、朝マックおすすめ。あの言いましたよね、ダイエットするって、うん、ありがとうさせてくれて。これはちゃんと言うっていう。そうそう、だからちゃんとしたご飯食べたいって、ちゃんとしたご飯っていうか、なんていうの、自分手作り、手作りご飯が食べたい。そう、今からチョコモナカジャム食べます。へえ、食べなよ。食べない、サチは食べないよ、だってないもん、買わないのが一番。こんばんは、来てくれてありがとう。今日ケンタの月見、あ、サチも食べたよ、広島じゃない、東京来る前に、ひーちゃんと本当に行く前に食べた、食べたら新幹線乗りますってぐらいの時に食べた。誘いたいけど誘い受けない、誰を誰を、私よってこと。まあ人を誘う勇気は分かる、そっちもあんま誘わない人、誘われたら100行く、でもこういう人間も世の中いっぱいいるので、誘われたら 100% 行くみたいな、だから意外と誘ったら来てくれるかも。てか、 なんか最近そうなった。そう、前までは結構分からんって感じの人だったんだけど、そう、あの突然誘われた時ね。そうけど最近は 100% 行くかも。そう、シュークリームとエクエアどっちが好きだった？シュークリームかな。エクエアは人生であんまり食べてない。ではいつか添えます。あ、ちょっと予定が、すいません、ちょっと予定がって言います。そちさん、スティッチありがとう。お腹すいちゃった。
サッチー的ギターのこだわりだもん。こだわりないですいやギター好きだけど知識はねないんですよ。あんまりこのアンプがいいとかこのピックがいいとかこのギターがいいですとかあんまなくて、あんま知らなくて、なんかそうなんですよね。すいませんね、なんかそうなんですよ。ありがとう MV 見ておめでとう。ちょっとなんかおめでたうたうたうって何ですかありがとう。そう、生誕祭用ペンライトロゴできた。え、ロゴなんてあんの。ありがとう。そう、ロゴロゴペンライトなんだ。ギータとか名前ついた。え、何ですかギータって。ないですね、残念でしたMV 素敵でした、ありがとう。生誕祭楽しみにして、ありがとう。さっちもクロちゃんと世間話したことありますよ、いっぱい話しましたよ。バズレーナの時たくさん。そう、センター様、あ、すごい、あの英語で書くとなんだかかっこいいですね。倍かっこいい。うん、ギターにの知識は意外とないかもしれない。なんか好きでやってるって感じかも。知識とかあんまりないかもですね。配信ありがとう。え、かわいい。でもなんかタウってセチさんのコスプレよかった。うん、コスプレだね、確かに。一応コスプレよかったよって言うとちょっと胸のざわめきがありますね。コスプレあんましない人だから。でもコスプレか、あれ確かに嬉しい。あれね、なんでシルバー銀色灰色グレーか、グレーのカラコン入れてるんですよ。そう、知ってた。そうだね、なんかマニアではないかも。そう、マニアなんて言うんだろう、集める感じはないかも。ああここのピックゲットしたやったとか、うんって感じじゃないかも。ギターを弾くのが好きって感じかな。どうだろう、わかんない。自分でもあんまりちょっと分かってないんですけど。そうなんだよ、めっちゃこだわってるの、あのコスプレの時。なんか髪飾りも人それぞれ違くて、あの4人でコスプレしてるんですけど、自分雲がついてたり、みんな違うんですよ。あとここのキラキラも場所とか場所も違うし、あのつけてるものも違うし数も違うしっていう感じで、結構みんな様々ですね。また舞台で行かないと、え、嬉しい、ありがとう。なんかドラマとか夢ですね。ちょっとまだ演技の経験が浅いので声を大にして言うのはけど、夢ですね、一つのドラマとか出てみたいなって。嬉しい、いいね。なんか今日にイースさんが、演出の方がなんか最初の開演前のコメントで、なんか演技向いてると思うよみたいな、もっとやってみたいなこと書いてくださって、なんか嬉しかった。心から背中を押される、なんて言うんだろう、嬉しかった。え、そう、学園もののさドラマとか出てみたい。え、そう、ドラマとか映画とか映像の演技してみたいですね。そう、映像の演技してみたいです。夢ですね、夢は大きく。はっ、そう、夢は大きく。主演やって主題歌、え、やばい、そんなの夢の夢すぎて。でもそれをできるぐらい頑張りたいですね。そう、さきさんの MV も見れてとても嬉しいです。
センキューでございます。そう、嬉しい、いろんな魅力ありますか。優しい言葉ありがとうございます。お腹が空きました。そう、映像系憧れますね。あれ、てて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 、そう、生田絵梨花さんの生徒、あ、なんか新しくあれですよね、ドラマされるでしたっけ。違ったらすいません。こんばんは、来てくれてありがとう。じゃああと1分58分になったら壇上を読まさせていただきます。あと1分、松屋のカルビ丼特盛り食べに行こう。ぜひ行ってください。サッチーは行きません。あ、今変な腰してた。めっちゃ好きで弾いてるのっていいです。自分の同じ、ほっとしました。あ、し話そう話そうほっとしたんだ、よかった。そう、嘘だよ、みんな誘ってくれてありがとうね。まあ、さっちは行かないんですけど。キレてないわ。ちょっと、演技、演技。演技、演技。全然怒ってない。それ、口とんがらせちゃってね、怒ってるね、さっち。さっち、一生懸命さん来てくれてありがとう。さっち、捨てちゃありがとう。やっぱお腹すいた。あ、食べませんよ。もう寝るのみです。そう。さっちは怒りません。怒ったら一番怖そうって。演出の方に言われたあの前説のとこで。ということで壇上もさせていただきます。やばい、間に合い間に合い間に合い。13位りょうちさん、12位テリー P さん、11位20席ともちゃんさん、10位台湾のこうさん、9位ほっしーさん、8位王子様さん、7位豊中のひろさん、6位石ころ人間さん、5位かくれんぼ中さん、4位石原裕次郎さん、ミシルボーイさんですね、ミシルボーイさんごめん、どっちで読んだらいいか分かんなくなっちゃった。3位ロケティさん、ありがとう。そして2位はくまねパパさん、ありがとう。そして1位はドゥダンノブさん、ありがとう。タワもありがとうです。ありがとうございました。ありがとう。です、ありがとうございました。やばい、こんなあっという間に時間が。皆さん本日も配信見に来てくださって誠にありがとうございました。そして今日も一日お疲れしました。皆さん明日も元気に一日頑張りましょう。明日3連休か、3連休合ってるか分かんないけど頑張りましょう。今日も一日楽しかったなら OK です。そちら楽しかったです。今日はあの軽くめ4日間ありがとうございました。そして今日千秋楽本当にありがとうございました。そしてね、今日は何と言っても、あの、幽体リス、3期生楽曲のめちゃくちゃ早口今、聞き取れてる、幽体リスと金縛りの MV が本日公開されたということで、皆さん絶対毎日100回チェックしてください。お願いします。嘘。でも、毎日チェックしてくれると本当に嬉しいです。はい。で、たくさん拡散してくださって、たくさん、あ、やばい、あと10番、たくさん拡散して、たくさんコメントとか、あの、感想とかもたくさん待ってます。全部見てるので、はい、よろしくお願いします。ということで、皆さんおやすみなさい。バイバイ。最後超駆け足。バイバイ。ありがとう。おやすみ。お腹すいた。ケロ。寝るもん。タッチ寝るもん。